はい、どうも、ラリホンです。というわけで今回もみんなの動画を見ていこうと思います。新年もラリホン、魔境 CPU を超えたい者たち。はい、というわけでこんな感じのタイトルですけど、これは CPU の見せプレイ集ですね。魔境 CPU シリーズあるじゃないですか、よく見てる。の人の CPU を超えたい CPU たちって意味かな？ちょっと難しいけど。さあ。魔境 CPU シリーズの人のさ、CPU ほんまに強いからさ、それを超えるのはなかなか難しいと思うけど、この見せプレッシュっていうか、高プレッシュを作っちゃうくらいプレイあんだなっていうさ、ちゃんと阻止すんのな。さあ、これは、あ、これは何何、あ、剣術ミーか。剣術ミーの CPU はちょっと見たことないな。どんな感じ。はい、え、見ていくしっかり行くんだしかもどんな見た目やねん。さあ、これはスティーブ CPU か。うん、ちゃんとそういうコスパできるんですね。いや、普通にこう見ると CPU マジでうまいんだよな。カウンターは入らんけどえ、これ行くの阻止そこで上見しちゃうんで、ちゃんとうまいな。さあ、ガノンの CPU はちょっと俺期待だよ。これどうする。おい、空母して無理、空中へ上見して、受け身はしっかりしてくる。イージメテオちゃんと行くんかよマジか。オーバーキルしっかりしていくんですね。さあ、ベレトの CPU、まあ、最終ストックちゃんと追い込まれてますね変な笑い声出たわ今そこ空撃すんだな、ちゃんと使いてんちゃんと VIP はあるよな。魔境レベルかちょっとまだね、見てる本数が少ないから分からんけど、これは VIP はあるわ。この CPU VIP レベルですよね、まずね言えるのは。これは、はい、しっかり見てよ。甘えるとさ、 CPU だからつってね、甘えるが通用するわけじゃないですよね。そこをしっかりついてくるっていうちゃんと上様ね。また、あ、さっきの試合の始めの方かな順序おかしいやろ。あ、ちゃんと降りてくる。ちゃんとそのね、アイムールの台降りれるっていう性能もしっかり使いこなしてくんのな。でそれにちゃんと引っかかっちゃう。トーコミさんねまんまと引っかかっちゃうのね。さあ、これは DA、 じゃあ売るんすかこれ事故だろ今のは。どっちかって言ったら事故だろ。さあ、これは、はい、え、ウルフ同じ試合か。ジャスがしてこれあったな、これやんだよ。 CPU あんなコンボしてくんだよ普通に。それ CPU がやっちゃあかんだろって感じだけどな。うん、これは上様でもしっかり見てましたね、回避をね。さあ、プリン、はい、食い抜して、ちゃんと打ち回避見てる。そしてもう一回、え、え、そしていくちゃんと煽るんだ、そこはちゃんと煽っていくんだ、ペコペコって。さあ、これはジョーカー、あー、すごいすごい、すっごい読み合いや。え、あ、じゃあハテナでテロップあるわ。テロップちっちゃくて分からなかったけど、たまにバグるんですよね CPU ね。ここで空中へとかしてね、あそう、裏切ってくんの面白いなしっかりバラストまでいくんかよ。そういうあえて分かっとってやってんじゃないか CPU。 うん、あの現象に立ち尽くすというのを分かっとるんかもしれん。さあ、カズヤ、これはやばいんじゃないか。はい、え、地獄もリトルマックに地獄もわかんすよお、びっくりした、急に真っ赤かなるほどね。魔境 CPU シリーズもね、最後のやり返しのシーンがあるんだ、ね、まあ、そこを、まあね、やりすぎちゃうか、ちょっとやりすぎちゃうかこれちょっとやりすぎやな。年末もな日本、えっぐい CPU の激追集、えっぐいって初めて聞いたんやけどえっぐいって何。しかも、いや、初めて見たよ今の文面、初めてやなそこがちょっといっちゃうな、目が。さあ、なんだろうか、はい、え、あ、空撃したんか今諦めやん心な、劣気にメテオして、しかも帰ってくるとこまでやってくる。さすが空間判定の高橋、受け身して指しっかりしていくうまいな、確かにこれはえぐいわ。うん、どうするこれ、はい、食える、うわうまいうまいうまい、今の CPU のことね、人間じゃあんまりあそこまでね、反応できませんから、やっぱ CPU だから崖メテオかをね、え、使い手今のスティーブは使い手すぎやん、なんだその編集は、カズヤ様のお通りだということで、え、これは CPU なん、これはこれやり返しなんかな、え、あ、 CPU だわやっぱりね。うん、うまっ、財布地獄もしかもパーセントが 200% 超えてっていう、やっぱりね CPU のね見せっぷというかね、激ついて言えばねカズヤなんでねちゃんとあるんだ、えなんで事故るんだよ、頑張ってくれ。さあ、やり返しもなく怒涛の2ストック連続コンボか、
いや、すごいステップが。横見して。はい。地獄門、これは帰ってこれるか、ちょっと厳しいんじゃないか。しっかり厳しかった。ボバスじゃなかったね、今のね。うん。財布しっかりしていきますから。久しぶりに見たな、うん、こういう CPU のミステップ。カズヤのね。昔はカズヤの CPU、擦りまくってましたけど、動画で。久しぶりに見ましたね。うわ何今の下火。さあ、これは上火しっかり見てみますと。やっぱ久しぶりに見るとね、マジでうまいな。え何カービィに変わんのこれ。やり返しかやっぱ CPU の動画って大体やり返しがあるな。しかもこれカズヤ困ってる。これ絶対ガードしちゃうんだ。そういうちょっと CPU の特性を利用してんのか。あれガードしちゃうんだな。 CPU くだりもちょっとそういう弱点がありますからね。やっぱ CPU は大体なんかあるよ、弱点が。まさかこれで終わりいや面白かったな。いや、サムネ投稿主かよ。サムネ君かい。年末もの日本 CP と崖際の攻防集何 CP と崖際の攻防集ってコンピューターはそんな熱い崖攻防したのかなすっごい楽しみ。しかも集やからね、まとめやろ。わー、これはもう一方的やねんか。熱くない一方的だよね、これは。はい。いや、ボーボーにしませんやん。熱くない熱くない。 CP にも見せ場あげて。うん、おお、いやな、うまい CP。しっかりあそこ判定の分かってんだね。そこは。で、チンプレやねんか。まだ続いとんかい、これ。まだ続いてますの、これ。え、あ、崖上がりましたね。あ、これ、ここ ?CP の受け身性能は以上。ここか。あこれがメインね。確かに今のは受け身見てよ。メテオまで行っちゃうのがうまいですよね。はい、これは。はい。おお。いや、お前かい。君かい。やるの。これは。はい。うまうまうま。こうやって来れないか。ルーラーを選ぶってない。あ、まあ、まあ、バイクロス出るんかい。バイクロスで帰ってこいだけど。なんで何が起こった。さあ、え危機回避能力高いですね。CPU は。CPU から学んだ年末も見せプレイ3。さあ、何やかやね、これね、本当に CPU から学んだんかっていう衝撃プレイが毎回あるんでね、パート3ということで見ていきますけど、まあ、ルーラーやってる様でね、さあ、まあ、CPU か、ね。CPU 戦でそんなプレイ、確かに CPU 戦なら思い切って速度できるけど、その実戦に使えるほどまで成長させたか。ああ、まあ確かに、今回はちょっと納得したわ。やっぱ CPU 戦ですやっぱり、そう戦闘力とかないから、思い切っちゃうじゃん、プレイ。それを実戦に持ってくれよな。うん、いい意味で。おい、CPU でこんなプレイは学べやんぞ。うん。それはちょっと学べやんぞ。CP で踏みつけ込むとかはね、君の努力や、それ。君の努力。もう本当に CPU からそれ伝授された。うますぎやで。年末も見せプレイ初25、やっぱ休みませんってことで、これ、ブタタンさんかな。なんか年末にね、3月ぐらいまで、休みますって言っとってんけど、休みませんらしいです。よかった。マジでうまいからさ、楽しみなんですよね、いつも。さあ、ガオガインか、これは。いや、ロボット？ちょっとガオガインの意味あるけど、ね、やっぱミステップ勢といえばね。はい、組して。上投げ？あー、しっかり起き上がり前見て。そこで上火？からの？知るんかい。いや、もう、自分がいかに不利でも、そうね、諦めないというかね、まあ、諦めてるんやけど、全然自分が不利でもミステップにね、命かけていくとこっすよね。やっぱ、かっこいい。うん。俺はそこはちょっとかっこいいと感じるよな。さあ、やっぱこう戦場の上の台は、やっぱりミセップの嫉妬としては多いんかな。さあ、クイーンして、メテオから、メテオするだけそんなわけないですよね。うん。もう1ストック目ですよね。まあ、ペコペコしましたからね。まあ、多分あれやな、最終ストック1ストック勝負しようぜってことやろ、多分な。はい。そこまで僕はやっぱガノン使いから分かってきますよ。DA して、クイーンして、上火して、レッキして上火決めていくと。この上火からのレッキで落ちて上火っていうのを結構最近よく見るんですけど、ありなんかな。俺もやろっかな、やってみよう。うん、やってみましょう。ちょっと次の専用日かなんかでね。わお、バカ野郎、そんなバカな。確かにゴリダンって100%溜まってんとね、ああいうことになるけど、そこでメテオで補っていくって感じだったよね。バースト出来やんところをね、メテオで補っていくっていう。今のはどういうことよ。でも当たってました、メテオ。さあ、これは、はい、復興して、デッキキャン、マジンキンが入っていく。意外と当たるんですよ、これね。意外とね、潜って復帰しますからね。ジャンプあったらワンチャン帰ってこないんかね、今の。帰ってこないところを見越しての
歴ガンマ人権かな。はい、歴して横スマ入らずワニのプレイ、これもしかしてさあ何、まさかハメかこれ。ま、おいな、これよくわかるな、前にぶっ飛ぶっていうの。うわ、しかもジャンプも呼んでいるっていう、悲しいです。ガノン使いとして、うん、もうすべて見透かされてる。あー、ははははは。マジっすか。これ前見たよな。まとめて見たやつをここで見るっていう。さらに見なくていいプレイ集、マラサイってわけで、マラサイって何？まあ今回さらにって言ってますけど、前回別に見なくてもいいプレイ集だったかな。だからそれのさらにというシリーズだと思うんやけど、マラサイって何？ほんまに待って。のすごいぞ、編集実況してる。マラサイは何や、うん、サイは爆サイかな。でもマラサイやからな、マラが分からんよな。そう、食いまして、はい、別に見なくてもいい言いながらうまいんですよね。これがおなじみのね、まあ、感じなんですけど、これは、はい、わお、え、見てよ、入っていく。プロペラあっても判定押し付けたら勝てますからね、見てよってね。そう、食うまいし、あ、空港して、はい。なんでや、上げて下げてみたいな。さあ横見して、わーわーわー、やばいパーセントか、やめてあげて、熱 0% じゃないですか。いやいやいや、どうしてこれ、はい、こマラサイが何かをね知りたい。上今日、え、負けたじゃんけ。そう、すごいよ、息を吸うように負けたよね、一瞬で。さあこれは前投げして、上に、おい、もう普通にうまいよね。さあマラサイが分からん、マラサイが、マラサイを分からせてくれ。うまい DA、 はい、なんだこの剣、ハルコの剣持ってんだから。83敗死ぬんだこれ、あ、死なへんか、さすがに。もう一回、いや、もう一回ね、もう一回やっていくっていうな。あ、本物のファルコン来ましたね、これね。ありがち、あ、煽ってますね。あ、息を吐くように逆転してきました。これはさあ、ウィービー掴まれて、メテオ油断してるとね、っていうか、まあルッキーだとあれね、ウィービー振ったら帰ってこないから、様子見せなかったんかな、様子見せたら帰ってこない可能性がある。何、うん、マラサイって何。新年もらい本、ショート6ということで、スマ知識専門家さん。まあ、最近ショート上げてまして、6ですね。ちょっと前に一気に見たいのかな、5ぐらいまで。クラウドっぽいですよね。さあ、競技リフィニッシュかな。まあ、このサムネで競技フィニッシュだったら面白いけどな。さあ、あー、ダウンうまい。さあ、競技リフィニッシュじゃない。競技リフィニッシュじゃなかった。さあ、ショートランナー見ていきまーす。これサムネ的にキルダ、セフィロスのキルダ使っとんかなと思ったんやけど、サムネとプレイは、これ、関係ない説がさっきの動画で分かりましたから、なんだろうか。まあ、セフィロスなんかな、ホームコン、ちょっと、ホームコンかよ、まさかの。さあ、え、どうするんだ。おい、見せっぷのショーだと思ったのに、まさかのホームコンっていう。ここは俺様の出番だな。何、まさか、止めし現る。しかも若干ちゃんと大砲見えてるんだよな。なん、すっごい編集凝ってるけど、おー、これ爆発はなんで、情量が多すぎる。新年も見せプレイというわけで、もうサムネ行くぞ行くぞ行くぞって、なんかサムネから情報量やばいっすよ、なんかね、行くぞ行くぞ行くぞって。そ、3回言ったら笑けてくんねん、それ。その言葉は行くぞって3回言うと思うよな。なに、なに、おい、なんだこれ、え、どういう状況これ、おい、メテオ、な、な、え、メテオ、え、メテオ、え、ホムコン、メテオ、メテオ、え、え、ちょ、これ脳がバグるよね。はい、というわけでみんなのとこ見ていきましたけれども、ちょっと今日ね、なんかハキハキ喋れんかった理由は、今日あの起きてからご飯食ってないのが原因かな。なんか、うん、食ってないからか、すごいこの実況でカロリーを消費しちゃって、体が熱い。ちょっと今からご飯食いに行くんやけど、今、夕方なんですよね。あの、4時前ぐらいなんですけど、あの、昼ぐらいで起きて、食ってないんだよな。あの、ご飯食いに行くと思ったんやけど、なんか、動画撮らなと思うとったら、思いながらビップ潜っとったら気がついたら4時ぐらいで、今動画撮ってますけど、早くご飯を食べな。俺は死ぬんかもしれん。体が今、熱い。熱い。